はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田良治でございます。昨日の亀戸での政治活動に多くの方にお集まりいただきまして、誠にありがとうございました。女性からお札いただきました。誠にありがとうございます。結構な人数、私的にはね、集まっていただいたんで、東京支部長立候補してくんねえかなぁ、なんて思ったんですけれども、まあまあ、おっさんが多かったですけれども、数名ね、お嬢さんと、まあ、あとは大部分のおっさんたちという、方が お集まりいただきました。支部長、相変わらず募集しておりますので、東京地区ですね。皆様、よろしくお願いいたします。3月20日日曜日、14時から16時、池袋西口で、救う会、北朝鮮による拉致被害者救う会全国協議会の署名を集める活動をいたします。お手伝いくださる方、大募集であります。3月27日日曜日、1時半集合で、東池袋中央公園ね、旧巣鴨プリズン、あと、NHK スクランブル化要求デモをやります。よかったらご参加ください。去年やった NHK ネット聴取を許さない、デモには300名もの方がいらしていただきました。運営通貨のスタッフも、支部長もその時よりは増えたんで、まあまあ滞りなくできると思います。3月12日、岸田総理、観光支援事業 GoTo トラベルについて、適切な時期が来たら迅速に再開できるよう政府としても準備を進めたいと発言しておりました。これ何にも考えてなかったなーっていうのが垣間見える発言であります。ネットの反応です。国民には10万円はケチるのに利権には金を出す。旅行業界がめちゃくちゃうるさいから準備すると言っただけ。こんなにガソリン高くて旅行できんの？なんか226円ってとこも現れたらしいですよ、1リッター。そんなことより、旅行するから、ガソリン税下げろよ。自家用車での運転もありますもんね。ばらまきはいらん。減税しろ。飲食だけ、ジャブジャブお金もらえるなんて異常。あんた数日前に、省エネしろって国民に言ってたよね。省エネするんだったら、旅行どこじゃないよね。家に引きこもってるのが一番エネルギー使わないもんね。まあ、ちぐはぐなんですよね。その場で、その場その場で適当なことはほざくもんだから、まあまあ昆虫的だな、バッタに見えてくんなという感じになります。結局、責任を取らない岸田和法というのがありまして、いろんなバリエーションあります。適切な時期。その判断は俺がする。適切、時期が来ても、俺が適切じゃないって言ったら、適切じゃない。が来たら、まあ来ないですよね。迅速に再開できるように、政府としても、だから俺じゃない。政府がやるから俺じゃない。準備を進めたい。進んでなくても文句言うなよ。進めたいって言っただけだから。というのが岸田和法ですね。何もしないことをいろんなバリエーションで表現するおじさんの、本領発揮であります。なんとかしたいとか、検討するとか、時期が来たら判断するとか、まあ、結局何にもしねえ。その場を逃げるための、言葉を散りばめるというバッタさん。なんか岸田が言うこと全部悪いことのように思えるようになってきました。私は。GoTo トラベルなんか、観光業連盟会長の二階が幹事長じゃなくて消えた時に一緒に消えたと思ってたんですけどね。まだしつこくですね、再開を要求する勢力が自民党内にあるのかな。ズブズブの議員がうるさく言うのかな。自家用車でのんびり旅行も、する人も多いんだから、恣意的にね、補助金出すよりもですね、ガソリン二重課税やめればいい加減にさ、恣意的に補助金っていうのが、これが利権の源泉、力の源なんですけどもね、どこに補助金を出すかは俺が決める。これが権力の源であります。まあ、省庁のね、岸田の飼い主の
財務省がやりたいことは 100% 納税、そして 100% 俺が使い道決めるということなんでね、決して減税はしません。取るだけ取って分配は任せろっていうスタンスであります。地方自治体もみんなこれであります。地方自治体の裁量で区民税とか住民税とか下げられんのに、今まで下げた例なんかないですよね。それはですね、なるべく多く取って使い道は俺が決める、それが権力だからということなんでしょうね。出すの削って減税しろっていうのはばらまきの補助金なんかいらねえから、そういうのをやめて減税しろ。したらば稼いでる人は稼いでるなりに、稼いでない人は稼いでないなりに公平に助かんだからね。なんと公明党がガソリン二重課税をやめろと言い出す。12日山口夏男代表、トリガー条項の凍結を解除すべきだ。二重課税やめろってね、民民がこれ言い出して受けがいいから真似したんでしょうかね。公明はですね、外交、特に中国に対しては有害、国賊と言ってもいいんですけど、まあ財務省に弱み握られてはいないみたいですね。自民党や岸田みたいにね、自民党以上に財務省に弱み握られてるのが実は立憲であります。立憲なんかね、消費税減税なんて言うなよ、いうことを党員、議員に、通達出しておりまして、それであれやめましたよね。格闘家の名前忘れちったけど、ワールドオーダーとかでダンス踊ってる、なんつったっけな、須藤さんつったっけな、消費税減税言えない、立憲をやめます。やめましたもんね。ガソリン二重課税やめろ、ついでに消費税下げろ、財務省の言うことばっかり聞いてんじゃねえということであります。YouTube 発表、ロシア国営メディアのチャンネルを世界中で見れなくした。ウクライナ侵略に関してデマばっか発表してるから、というような発表がありました。全世界で閲覧できないってことはチャンネル消滅したってことかな、実質な。一応チャンネルはあって、あれなんですかね、動画を上げることはできるというようなもんなんでしょうか。まあ世界中から見れねえんだから消滅したも同然ですよね。この辺がよくわかりませんけどね。ネットの反応です。国営放送がバンとか、国ごとバンはたまげたな。プロパガンダしか垂れ流さないんだから、当然ほぼほぼデマ流してるようなもんだから、これは仕方ない。民間企業最強、多分規約でそう書いてあるんやろ。全世界がロシアから孤立していく。ロシア国営ニュースを垂れ流しているNHK チャンネルも規制してくれ。これはいいな。ツイッターにもロシア工作員おるから規制してくれ。北朝鮮か不可避と。北朝鮮は世界中の動画なんか人民は見れませんよ。まあ幹部は見てるかもしんねえけどね。そういうふうになんでしょうかね。ロシア国営メディアの動画は規約のこの辺に違反してたのかな。私の想像ですけど、詐欺、スパミュ、なりすまし、誤った情報イコールですね、誤解を招くコンテンツまたは虚偽、有害な治療法の喧伝であるとか、技術的に操作された特定の種類のコンテンツであるとか、これ何言ってるかわかんないですけど、私には民主的な手続きを妨害するコンテンツなど、これは暴力で人を従わしたりですね、まあ民主的でないコンテンツのことなのかな。暴力的または危険なコンテンツイコール悪意のある表現、搾取行為、暴力的な描写、悪意のある攻撃や有害で危険な行為を助長するコンテンツなど、って言われちゃうとなんか何でもダメなような気もしてきますけど、ロシア国営の映像はそういうのが多かったんでしょう。まあ何でもありのロシアですから、ここに掲げられた YouTube の規約ね、全部全部
違反してそうだな。詐欺もやってるし、なりすましもやってるし、悪意のある、描写、暴力的な描写もやってるし、昨日もですね、ゲームや映画の著作権は全部ロシアのもんだって発表してたし、何でもありですね。3月12日、ロシア政府、経済制裁を総裁するため、ゲーム、映画、ドラマなどの著作権を停止する。これにより、断絶によるコンテンツ不足を解消できる。おいおいって感じなんですけど、まあ、YouTube、ロシア国内で見れなくなりそうなんで、これで補う。つまり、人柄パクった海賊版で補うってことなんですかね。ネットの話です。海賊版国家。国ぐるみ。知的窃盗。ロシア終わった。ただの山賊集団に成り下がってて草。ソ連時代に戻るつもりだな。プーチン完全にボケてる。中国は一応人民が勝手にやってるって体裁だけど、ロシアは国を挙げて泥棒かよ。許可なく盗んで使っていいよってもうめちゃくちゃだな。こんな国が国連常任理事国とは、もう国際社会に復帰する気はないようだな。まあ鎖国ですか、北朝鮮と同じように鎖国するんですか。敵対国企業の商標と特許はロシアのもんだっていう宣言の拡大でしょうね、これね。著作権も映像や、まあ、コンテンツですか、動画、映像、まあ、漫画なんかもやられるかもしれないですね。トヨタの工場を没収して作った車をトヨタ車ですって言って売ることも可能ってもうめちゃくちゃなんですけど、まあ、これの拡大バージョンでしょうね。人民が勝手に海賊版作りまくってて、国家は関与してないよって言い張ってる中国も、これには苦笑い。だって国家自ら、いいよやっても、宣言してるわけだからね。こんなの政府が宣言しちゃってはですね、YouTube 版も当然ですね、これね。報復の感情が先走ってですね、後のことを一切考えてない感がすごいなぁ。とりあえず仕返しだ。後からそれがどういうことを引き起こすのか全然考えてない感がすごい。ネット遮断されてですね、今後は新しいコンテンツ、動画だのドラマだの映画だの一切入ってこないから、同じ映画何十年も見るごとになんのかな、ロシア人はな。ロシア産映画だけ見てれば満足なんかな。まあそれを実行してんのが北朝鮮ですけどね。人民は世界のコンテンツ一切見れねえからね。政府が、北朝鮮政府が作ったやつとか認めたもんじゃないと。まあ、ロシア人民は50年は文化が後退しますよね。しそうですね。ソ連名物の食品店に行列も復活したそうですし、まあ、独裁国家の独裁者がぶっ壊れるとこういうことなんですよっていう見本として歴史に残るんじゃないかなんて思っております。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。